日焼け止め塗ってないからやばい。ぐわー炭治郎。オートミールにはグルタミン混ぜてます。カリフォルニアゴールドニュートリションのグルタミン、やっぱりね、あれが味ピュアで、米粉が味の素のグルタミンなんで品質がすごく高いので、最近国産とかでも出てるけど、圧倒的にカリフォルニアゴールドニュートリションがおすすめです。うん、グリーンバック壁に貼ってみました。結構でかいです。ショート動画を新しい形で撮りたくて、こういうグリーンバック背景で動画撮ると綺麗にこう自分だけ抜くことができるので、グリーンバック今後使っていこうと思います。あの縦動画って YouTube ショート以外にも、あの TikTok やインスタのリールにも流用できるので、一つ作ったら三つのコンテンツで発信できるので、ショートも力は入れていこうと思います。まあ、美容の動画ね、あんまりメンズにこう引っかからない時とかはやっぱりショートで注目を引きつけてメインの動画見てもらえればなとは思ったりするんですよね。男性だとやっぱり美容の動画そこまで需要ない時とかもあるので、まあそういうのはやっぱりショートもうまく使っていこうかなと思います。エニタイムに来ました。今日は肩トレです。肩もね、今年はだいぶ成長したと思うんで、なんかそのフィジークとしていいアウトラインがステージ上で見せられると思います。今日もしっかりと追い込んでいきたいと思います。Time is eating me alive.
今日全然歩いてない。はい、とりあえずノルマ1万歩なので、この時計の歩数計で少し歩きます。いや、ちょっともうカメラ持つ手もつらい、肩が。まあ今減量は、まあ、順調といえば順調なんですが、やっぱり今までみたいに炭水化物をすごい抜いたり、カロリーを切ったり、有酸素をすごいボリュームでやったりっていうのをしてないので、正直脂肪とか体重の減りはいつもよりは遅いなとは感じてます。ただ筋肉はいつも元気で、体は確実に、変わっているかなと思います。もうこの1年は本当に本気でやっていたし、ここ最近だと、まあ月に1回あの持田さんやあざみさんに体見てもらったりとかしていたので、あざみさんもなんか最近あのゴートレとか誘ってくれるようになって、なんか嬉しいなと。ただまあちょっと気合い入れてあの人たちに勝つところを見せたいし、あとは何よりもずっと応援してくれてくれてる視聴者のみんなに、もう過去一の体で優勝するところを見せたい。自分は、年齢でいうと、まあ、40歳の年になるんですけど、30代から筋トレ始めた方とか結構多いと思うんですよ。35過ぎて筋トレ始めた方とかも多いと思う。あと40代からコンテストを目指すっていう方も多いし、モチベーションになりたい。俺はめちゃめちゃ脳筋みたいな感じで、めちゃめちゃボディービルディングが好きですって、もともとそういう感じじゃなかったじゃないですか。まあ、仕事も両立してかっこいい体を作って、まあ大会にもちょっと挑戦してっていう感じでやってたんですけど、大会だけにフォーカスして、この年齢でもこんなにいい体作れるんだっていうのを見せたい。もちろん僕は今までの体も、自分の体は毎年毎年好きです。で、結構最近オンラインパーソナルとかすごく、あの太ってる状態から、まあ、コンテスト目指してるっていう方が多いんですよね。そういう方とかも、まあ、自分の動画見てちょっと挑戦してみようっていう方が来てくれてるので、直接お会いしたりとかコミュニケーション取ってない方でも動画を通して頑張ろうと思ってる方はいると思うし、やっぱりそこの先頭には自分は立っていたいので、まあ、引き続き気合い入れていきます。なんか結構ね、その細い細いと言われていたと思いますけど、今年の俺はマジで楽しみにしていてほしいです。ということです。それでは。